はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は魂の目的を知ってありのままに生きるというお話をしていきたいと思います。しかし暑いですね。皆さん体調は大丈夫でしょうか？僕は暑いのが苦手なんで結構バテバテです。関西って熱帯地方くらいに湿気が多くてムシムシするんですよね。北海道に住みたいですね。なんか北海道は昼間暑くても夜はすごく涼しいらしいですよね。さて話を戻しますと、魂の目的を知ってありのままに生きる。最近このようなことをよく聞きますよね。でも魂の目的ってどのようにしたらわかるの？と疑問が出てきたりします。皆さんは魂の声を聞いたりしていますか？僕はそんな魂の声を聞くためによく瞑想をしています。朝よく瞑想しますね。そんな長い時間はしません。20分くらいです。まあやるなら起きたすくがいいかもしれませんね。一日の始まりに瞑想でしっかりと魂とつながって、魂の声を聞いて一日をスタートします。すると一日の流れが変わってきたりします。魂とつながるのはそんなに難しく考えなくてもいいんですよね。別にこれが魂だとはっきりさせなくてもいいですから。しっかりと腹式呼吸をして、腹式呼吸というのは鼻からゆっくり息を吸って口からゆっくりと吐くようなイメージですね。そして吐くときに頭の中のモヤモヤしたものを包み込んで出すようなイメージをしてください。そしてぼーっとするぐらいに頭を空っぽにしたら自然と魂とつながることができます。あまりつながろうつながろうとしないことですね。つながろうとしようとするときはエゴが強くなりますので、まあ、エゴがない状態、そういうときが魂とつながっている状態なんです。そういうエゴ、つまり我を手放してただただそこにいるだけという状態です。そんなとき頭のおしゃべりが出てきたら、それも俯瞰してただただ見るだけ、このような感じでいいんですね。そしてただそこにいて本当の自分を感じているだけで大丈夫です。その状態にいると自然と魂とつながれるんですね。そんな私たちは全ての人が生まれてくる前にこの人生での使命を決めています。皆さんの魂が決めてきているんです。この世でやるべき任務ですね。あとはそれをするためにどの国に生まれてどんな親のもとに生まれるか、そしてどんな環境で育つのかとか、性別とかどんな容姿やどんな才能を持って生まれてくるのかを決めてくるようです。そしてその人生で体験することは、自分でこのように決めてきていることと今ここから自分で選択して作り出していくことがあります。前回の動画でもお話ししたように、ゲームで例えると、私はドラクエをするとかファイナルファンタジーをするとかマリオブラザーズをするとか決めてきているようです。なのでドラクエという人生ゲームを楽しむ人はマリオブラザーズに存在するピーチ姫とは出会えません。それが決めてきている縁と言われているものなんですね。またドラクエのステージ1とステージ3とかでは出会う敵や仲間も違います。だから一時的に縁があっても皆さんのステージが変われば離れたり別れたりするんです。そしてそのゲームのルールやシステムは変えることができません。これが決めてきていることです。すみません、噛んでしまいましたね。ドラクエならドラクエのゲームをやるしかないんですね。この変えることができないのが宿命です。どの国に生まれ、どんな親のもとに生まれるか、そしてどんな環境で育つのか、性別やどんな容姿やどんな才能を持って生まれてきているのかなどですね。ですがドラクエの中でステージ1のままでいるのか、ステージ5までいくのか、またファイナルステージまでいくのかは自分で選択して作っていくことができるんです。そしてそのルールやシステムをどこまで決めてきているかは人によって違うようですね。むちゃくちゃ細かく決めてきている人もいれば、ざっくりとアバウトに決めてきている人もいるようです。ただ生命に関わるような大きな怪我や病気、人生を大きく左右するような出来事は決めてきていることが多いようですね。病気や怪我はある程度は生活習慣を改善することで防ぐこともできます。
まあ、睡眠をしっかりとったり、意識を集中することで事故も防げたりします。そこはある程度自分で選択することができるんですね。ただ先天性の病気っていうのは決められてきているところになります。このような感じで私たちは生まれる前にこの世界でどんな任務を果たしてどんなことを経験し何を学び何を気づくのかを決めてきているわけです。ということを皆さんの魂は全て知っているんですね。そして本当は皆さんの魂は皆さんにそれを知らせてくれているわけです、まあ、常に知らせてくれているという感じなんですね。その魂の声をちゃんと聞いている人はありのままに幸せに生きていけるということなんです。だから例えばそれもしそれが魂の願いならそのことが叶うのは当然のことなんです。ただ私たちはこの現世に長く生きているとエゴの声に振り回されます。周りの状況ばかり気にしたり他人の意見ばかり気になったり、まあ、他人軸になるわけですね。だから本来の魂の目的とは違う世界を生きるようになります。そういう時うまくいかなかったりストレスを感じたりモヤモヤしたりまだ何かが足りないと感じたり幸せを感じられなかったりするわけです。魂レベルの願いはそんな皆さんが決めてきた使命を生きることなんですね。それは他の誰かになろうとすることではなくこの宇宙にたった一人しかいないありのままの自分という存在を表現してそして何かを経験することから愛を学ぶこと愛に気づくことなんですね。それがどんなに辛い経験であろうがそれを経験しなければ何か見えなかったことがあることに気づいて本当の愛を知ることができたとき魂の願いの一つは達成できたということなんです。愛とは統合、まあ、人に分かりやすいニュアンスで言うなら受け入れるということですね。全てを統合するということです。その根源はありのままの自分です。他の誰かにならないといけないわけではなく他の誰かになろうとするのでもなくありのままの自分を愛するということなんですね。人生ではこのような機会がたくさんあります。人はそんな気づきを得るための旅をしているんです。それは辛い経験から学ぶことばかりではなくありのままの自分で人に何か貢献することができるという体験だったり自分らしさを表現することが愛を表現することだったりといろんな経験をすることからの気づきもあるわけです。つまり他の誰かになろうとするのではなく自分らしくあることが愛の気づきを体験するベストな方法だということですね。だからこそもっと認められなければとかもっと立派にならなければとかもっと人に好かれなければとしなくてもいいのです。そのままの自分を生きるときが一番皆さんの魂の願いを叶えることができるということだからです。自分そのものを生かすことが魂の目的ですから、それが人や世界に貢献できる最高の状態なんですね。つまりもっとこうならなければと思う必要はありませんし、自分のままでは愛されない、自分には価値がないなどと思う必要なんてないわけです。自分であることが皆さんの魂が決めてきた魂が喜ぶ一番自分を輝かせるベストな自分なんです。そんな自分だからこそできることがあり輝くことができるのです。だからもっとどうにかしなくてはというエゴを手放せば手放すほど皆さんの魂は輝くわけです。今のこの自分だからこそできることは何ですか？これを追求することが皆さんの人生をより充実して皆さんの魂の願いを叶えて生きる方法だということですね。だからこそこの言葉をいつも自分に問いかけ、この視点をいつも忘れないようにしてください。そして今の自分を楽しんで生きていきましょう。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。